ネットフリックスにもおったしなそれな,れなシャガさんがいたわ俺もディズニープラスとかから来ない <laughs> <laughs> 待ってますも,<う> <laughs> もしかしたら配信できないかもしれないけどジャスさんとは一回酒を飲みたいなとは <laughs> 配信終わりが <laughs> <laughs> 最悪だなこれ <laughs> もう近いしねあそうなんだ あーそう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 もう俺発表されたからもう俺言えるけどあ<れ>まああれ別にそんな俺長くやるみたいな感じじゃなくて一日限りだから,からね何が何ああ俺先行でちょっとちょろっとだけはええー、やばいね先行でやらせてもらえるのめっちゃうらしいうことどういうことどういうこといつっすかいつっすかあでも案件じゃないよ案件じゃない全然お金ももらってないし普通にやりたいなーと思っ思から なんかいいなあネットフリックスにもおったしなこれなびっくりしたってマジでネットフリックスマジで羨ましいわ、うん。綺麗なシャガさんがいたわネットフリックスに俺もディズニープラスとかから来ない <laughs> <laughs> マーブルから。 ほしいな。なんかね。なんかあれ結構好評だったっぽいな、ネットフリックス。そうなんだ。うん、な、さっさんとかやったら、俺も、俺さっさんすげえ向いてるなって思ったんだよな。ああいうのは。<れ>うん。ま向いてるな。すーげえしゃべりそうだでもね、さっさんは難しい。逆に。 どっちだろうなって俺もちょっと思っためっちゃうまくこなすか逆にリアルのこと知りすぎててあんまりゲーム能じゃない可能性があなるほどね映画とかを見たときにああそうなんだよねやっぱこうなるんよねってなりそうでも俺はなんだろうどっちもいけるどっちもいけるよ切りフィクションはちゃんとフィクションとして楽しめるから全然んかリアルがどうこうみたいなそういう無責な話はしないおもう待ってます状態入ったな まあ一番もう終わりか。欲しいのは。一番欲しいのは。欲しい今星がりさん来たな。今一番欲しいのはあれだね。スターチャンネルだね。なあそれ。ゲームオブスローンズの新作が今度やるんだけど。またゲームオブスローンズはいはいはい。それが欲しいね。スキアラはゲームオブスローンズのあら。いやでもゲームオブスローンズな。見たいんだけど家族で見ててその。 結構あれがあるじゃんあれがね結構見るもんじゃねえすごい気まずくなってやめた覚えがあるんよね結構序盤中盤終盤まんべんなく出てくるもんねあれそうそうまんべんなくすごい頻度で出てくるからまあまあまあ家族で見るんだったらまだプリズンブレイクとかの方がまだ笑えるんじゃねえかなちょっとほらそうねショーシャンク」でもちょっと気まずくなったもんな何?「ショーシャンク」の空に「トーシャンク」ってそんなシーンあったっけ え、結構あった気がするけどなんかちょっと気まずかった覚えあるああまあ確かに、うん、そうかもまあなんかちょっとねうんうん,うん、うん、まあまあまあわかるわでもおもろかったからめっちゃおもろかったショーシャンク <laughs> 狙ってるもしかしてジャスもはいお<ー>いやいやだからそういうのあーまあ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 そうなの映画のね ジャスパさんにってもうそれはお願いしたいですって来たらそれはもうねこんな機会はないからそれはあの人生経験ということでそなんでエルデンリングごめん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  <laughs> なんで今俺のターンやあごめんごめんごめん,ごめん <laughs>

オンライン飲み会したいオンライン飲み会ああ別にそういうのでもいいよ俺もオンライン飲み会は全然ああそうそうそうジャスさんがねなんか俺まだそんなに一緒に全然酒飲もうみたいなね会は今のところ俺の記憶ではなかったんだけどまあんかジャスさんの記憶の中ではちょくちょくご飯の場でねご飯とかあったけどご飯食いながら飲む量しか飲んでなかったような気がするよねさっさん俺ら。 だけどなんかその酒だけを飲むみたいな回みたいな。な,ああな,ないないね、うん。だけどなんかジャスさんの中ではなんか俺は酒が弱いと。あーなんか言ってたね。なんかこいつはん<ー>、うん、しょうもないと。なんか違うな取られ切り抜かれてるなそれ悪いとこみたいななんかそうそうそうん,なんかなんかペロペロに酔っ払った時に、ね、そう,そうなボコボコにしてやるみたいな。<laughs> いや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 ,いや,いやそれ切り抜きがすごいな。<laughs> まあ話はちょっとまあ俺も知ってるわ先日、うん、うん聞かせていただいたうーんいやでもまあまあでもまあまあから、まあ、ちょっともしかしたら配信できないかもしれないけどジャッさんとは一回酒を飲みたいなとは <laughs>、うん、死ぬって <laughs> 配信はできないかもしれないな、うん、配信難しいっすよね飲オンライン飲み会って言ってもまあまあ普通に飲むぐらいだったら別に配信できるだろうけどねでもさ切れない俺だって 最後らへんその疑念の人たちに切ってもらって切れたじゃないですか。俺がずっと止めてたんですよ。あのもう配信やめないで配信やめないでって。あそうなんだ。そう。俺今回自分でポチいだから。ああ。そうどこで。いやそんなオンライン飲み会で飲むことないでしょ。スタンバラセスタとかはいいやん隣に角田さん。今いるしね角田さん上に。そんな飲まないでしょ。 オンラインだったら、うん、まあ確かに確かに,確かにまあでも俺とジャッサンだけ同じ数の同じ酒を用意してもいいけどね俺はまあそうだね、うん、いやでも俺いや本当にいやガチで強くはあるっすよ絶対あでもまあ俺はそれは普通に思っただってトイレ行ってないっすもん俺、うん、トイレ行ってないわまあよくわかんねえけど <laughs> <laughs> いやだってめっちゃトイレ行かないっすかその酔い回らせないためにみたいなえじゃあえ全部う、まあ、吸収してるってこと、うん い養になってんのそうそうそう全部吸収したのにあれだからくとるんじゃないでももう俺ジャスさんの映像を見て,た見て <laughs> そうだそうだ <laughs> まあでもジャスさんの映像を見たけどもう俺ジャスさんの映像を見る前にジャスさんがどういう様子かを俺配信で自分の動きで見せたらもうマジでまんまだったよどういうことどういうこともうえ俺の配信今開いてるうん開いてるもうジャスさんは絶対これやってたでしょって俺配信見る前に言ったこれ スイィケンみたいなやつねそうそうそうやってたこんなことこれやってたんじゃないって言いながらクリップ見たらもうすっごいやってたよもうベイブ・レードみたいにグーっでもサッサンも普通に飲めるよね別にそのあの俺はねいやサッサン飲めないって言ってなかったキャンプ俺弱いよ多分でも限界攻めてないだけだね俺は多分まあイメージしちゃうしね行ったことない俺ね 恐怖症だからやっぱそれその限界を超えた先が恐怖症だから俺もそうだったから今回その信頼できる人たち最悪迷惑かけてもいい人たちと一緒にっていう企画というかあれだったからじゃあもうないからみたいな確かにな俺家に引っ越すから招待してもできるなって落ち着いたらね思ってたけど俺んか冷静に考えたら俺ジャスミンがこうよはい 俺、ジャあさっき行くわ、普通に。そっちの方がいい。なんで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 俺、普通にトイレとか汚されたらたくないし。いや、俺、汚さないって。嫁、嫁が多分普通に切れるし。いや、でもまあまあ、でも、ちょっと写真を送りたいな。これ、あれに貼るわ。ちょっとこれでも配信には映せないかも。配信終わりが。うん。送った。もう、最悪だな、これ。え、これ。 最悪やないやでもね。こうなるから。いやでもね、俺、ここの、このバージョンで、京一郎が、全裸で、この下の床、床の面積あるじゃん。ここに俺ハマってる映像を俺リアルで見たことあるから。ぴったりで、しかもドアがね、押して開けるタイプだったのよ。 だから、京一郎が寝転がってるから、2>, <laughs> 2センチぐらいしかドアが開かないっていうのを経験してるから、<laughs> ま、これぐらいじゃまだまだまだ。<laughs> 扉開かなくて救急車呼ぶやつあ<ー>、うそ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 う。そうガチのカビゴン。ガチのカビゴン。れ <laughs>、うん、これじゃまだ。え、これ、ライ様え、スタさんこれ、スタスタ。あ、スタさんか。うん。<laughs> んで、隣で服着ながらシャワー浴びてる人がいる。<laughs> 図が最悪だなこれう俺とスターがトイレに2人でグデーってなってお尻丸出しで写ってる画像やねん汚ねえななんかしかもこんな <laughs> 人が便器に座ってるところあんまり見る機会ないからちょっと不思議だけどこれはひどいな <laughs> あ 須さんが座ってる位置もまた最悪やね絶対 <laughs> 絶対座りたくない場所ナンバーワンだよねこここの位置って <laughs> これは <laughs> まあでも釈迦さんちでじゃあせっかくだし、うん、それお祝いも持っていきたいし、まあ、こういう時期が終わったらこのこのご時世なんかまあそう生きにくいからまあそういうあれが終わったらそれはもう <laughs>、うんまあ、まあまあ俺は別にいいけどまあ本当にあの嫁は怒るよ多分普通に。<laughs> <laughs> その、内容によってはねお、怒らない可能性もあるけど、内容によっては普通に怒るよ、多分。ちゃんと怖いやつだそ。そっちのが気まずいけど全然気まずい。<laughs> 俺も一緒に怒られる側に回る可能性、普通にあるからね。<laughs> うん